アリです。アリアです。ピンクラテティー B 始まるよ。イエーイ。はい、はい、今日の企画は100均のグッズ紹介です。イエーイ。はい、さっき買ってきたダイソーの購入品を紹介したいと思います。はい、じゃあまず1点目、でーん、このピップです。ピップなんか今適当に名前つけたんですけど、ピップです。ちょっとツッコミ用とかレーネみたいな感じで、ピンパコンみたいな感じで使えるかなと思ってアリアがチョイスしました。はい、これが1個目です。はい、じゃあ2つ目、じゃん、黒板。これとプラスでチョークを買いました。なんか使えるかなって思って、はい、私がチョイスしました。ちょっと実際に使ってみたいと思います。てってれー。後ろはツルツルな生地になってて、何かピク TV、 TLTV 書く TL TV だよね。はい、そう、めっちゃ綺麗なんだけど、やば、みんなでデコりました。こんな感じで黒板これからね使えたらいいなと思っております。はいでは次の、次クリップボードみたいな、こんな感じで薄いピンクの、こちらはリアルチョイスです。かわいいね。お値段こちらになりますって感じで、今日がね決めれなかったんだよ。何に使うの？お絵かき、お絵かきとか何か使う機会があったら、あとはまあ置いてあってもかわいいかなって。かわいいね。よし、じゃあ次、はい、次はガールズトレンド研究所のものです。ちょっとね、みんなでね一目惚れしたんだよね、これはね。こんな感じでハート型のこういうハンドミラーです。おしゃれ、はい、いい。しかもダイソーだから値段も手頃な価格で、はい、じゃあ最後の購入品ですね。最後の購入品、レーン、ユニコーンのキーチェーンミラーです。こちらはアリアチョイスです。はい、はい、じゃあね、ユニコーンがね可愛いと思って買いました。こういう感じでスライドで、うん、おこんな感じでスライド式の鏡になっております。で、キーチェーンだからカバンにも付けれるしね。しかもユニコーンも可愛いし、うん、はい、いいと思います、うん、はい、ダイソーの購入品は以上です。はい、ダイソーおしゃれなもの本当にたくさん、100均でこのクオリティかっていう感じもあるよ。はい、ダイソーの購入品を紹介しました。ダイソーもおしゃれなのでぜひお近くのダイソーで、ダイソーで買ってみてはいかがですか、しょうか。というわけで、はい、この動画がいいと思ったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。バイバーイ。